相手のサーブをバッと打ちますよね、はい、そのボールを追いかけてるとそこにフェデラーの面がスッと出てるようなイメージなんですね。あ、なるほど。非常に予測が良くて、そして簡単にこうブロックリターンをしていると、はい、速いサーブに対してはですね、ある意味非常に予測のいい選手と言えると思いますね。そのあたりは鈴木さんいかがですか。そうですね、とにかく頭もぶれないんですね。よっぽどライン際にサーブが行って初めて少し体勢が崩れてくれるかなという感じなので、もう対戦しているときは いつでも帰ってくるという準備をしておきましたね。あっと、深めという意識はヘンマンにあります。プレッシャーがかかります。ここはファーストいいプレースメントとアングルが欲しいヘンマン。ロングです。一気に来るかフェデラー。ここはネットです。ワンブレイクダウンのヘンマン。サービスです。ヘンマンキープです。ここはセンター狙い。そうですね、フラットサーブですね、はい、スピードありましたね。ただフェデラーはこのゲームをキープすればファーストセットを取ります。ここでエースが来ました。191キロと表示されていますが、それ以上に感じます。3つ目ポイントです。ここは帰ってくるタイミングが早いんですよね。もう膝の下ですもんね。そうですね、低いですね。